どうも、サゴンです。ということでね、さっき入ってきたニュースなんですけども、阪神の横山選手と石井選手が支配下登録ということでね、今回はその二人の成績についてね、前も動画出したんですけども、まとめましたんでね、ぜひ最後までご覧ください。ということで、早速行ってみましょう。それでは成績見ていきましょう。まず横山選手、13試合2勝2敗、防御率が 3.26、 投球回が47、被安打43、自責点17ということで、背番号が115から91になりました。ということで、5日前の動画出した時は防御率 1.93 だったんですけどね、前回登板の中日戦で5回10失点自責点8ということでね、ちょっとこれでだいぶ防御率上がりましたし、ちょっとこれでね、支配下もちょっと遠のいたかなって思ったんですけど、支配下登録ということで、でもそれまではね、5試合連続自責点1とかでね抑えてましたし、安定したピッチングが続いていました。で、2014年のドラフト1位で入団して、2018年に左肩の手術を受けまして、2019年から育成契約を結んでいたということで、知ってる方も多いと思うんですけど、2年ぶりのね支配下ということで、主に先発ということで、今左の先発で言うと高橋遥人くんとかね、ガルシアさんで岩田選手ぐらいしかいないので、ちょっとそこに入っていけるように頑張ってほしいなと思いますね。続いて石井正樹選手、17試合0勝0敗、防御率が 1.06、 投球回が17、被安打12、自責点2ということで、背番号が121から93になりました。ということでね、石井選手は前回動画出した時よりも防御率が良くなっていますし、こうパッと見てもね、防御率めちゃくちゃいいんですけども、最後に失点した試合が8月7日の広島戦ということでね、2ヶ月ぐらい失点してないんですよね。で、育成3年目ということでね、最終年でしたし、横山選手もね、石井選手も支配下登録期限が今日までだったんで、ほんまにギリギリでね支配下になったということでね。で、石井選手ポジションが左の中継ぎということで、島本選手もね怪我してますし、岩貞さんとね岩崎さんもちょっとね、離脱しちゃってるので、阪神にとってはだいぶ貴重なね左のリリーフになるのかなと思います。で、やっぱりね左腕が全然今足りてないので、すぐね一軍昇格とかもこちらどちらの選手もねあるのかなと思います。もしかしたら近いうちで一軍で見れるのかなと思います。で、他のね育成選手4人についてはね、こちらの動画で喋ってるんですけど、今年はね無理だったんですけど、また来年かねシーズンオフに支配下になってほしいなと思います。このチャンネルでは阪神に関する動画いっぱい出してますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。さようなら。